全然気にしてなかった。やがて重大さが分かった。かかったことないけど辛かった。大切な仲間と会えなかった。早くなくなれ、世界が勝つまで。信じたいの幕開け来るまで。いつか絶滅、まだまだ別々。セーフの言うことが尻滅裂。最低嫌い飽きて、そんな言葉飛び交う日本もしや愚か。でも人間ってそんなもんか。コロナ収まるのはいつ頃なん。学校などいろいろなくなった。願えば叶うって綺麗事。でも一番出せーのはそこで綺麗事つってまた逃げること。自分勝手な行動でクラスターが感染して感染して結局のクラッカーがなった。だから僕ら集まってプレイボーで笑おうでステイホーム。自分勝手な行動でクラスターが感染して感染して結局のクラッカーがなった。だから僕ら集まってプレイボーで笑おうでステイホーム。感染予防にマスク2枚、どこに行っても品薄みたい。転売禁止指摘しよう。そうなったらもう家にいよう。何億分の1で生まれた命、一人奇跡祈り。こんな機会だからこそ思えた。親友達先生に感謝。遊びに行っても閉園閉所。コロナバカにする底辺援助。だけどアホダンズ永遠戦闘。いつかやってやる政権返上。楽しかったこと忘れてしまいそう。君が言ったあの助けて刻み込む心に喜び驚き。おもろいそんな感情を忘れぬように。自分勝手な行動でクラスターが感染して感染して結局のクラッカーがなった。だから僕ら集まってプレイボールで笑おうとステイホーム。自分勝手な行動でクラスターが感染して感染して結局のクラッカーがなった。だから僕ら集まってプレイボールで笑おうとステイホーム。それでも俺は諦めちゃいねえ。乗り越える力がきっとある。抱き合える未来がこの先にある。今孤独も悔しさも一人ぼっち同士でまたをステイホーム。自分勝手な行動でクラスターが感染して感染して結局のクラッカーがなった。だから僕ら集まってプレイボールで笑おうステイホーム。自分勝手な行動でクラスターが感染して感染して結局のクラッカーがなった。だから僕ら集まってプレイボールで笑おうステイホーム。